カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアイです。寒いの日村です。よろしくお願いします。お願いします、はい。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアルダリマッチの可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで2月入りまして、はい、はい、2月3日でございます。はい、はい、そしてこの格好でございます。はい、はい、もうね、明るいよね明るいよね。俺でもオレンジの T シャツ結構好きやねんけどさ、うん、で、あの、まあ、これは何の T シャツかっていうと、まあ、見てお分かりいただけると思うんですが、ともる T シャツでございます。はい、はい、八尾のね、プリズムホールでありました1月20日の上映会終わりました。皆さんどうもありがとうございました。はい、2週ぐらい遅れて言ってるんですけど、あの僕らは収録としては一番その終わってからすぐの回が今日なので、はいはい、何やったらほんまに、3日前ぐらいの、ね、はい、っていう感じなのでほやほやな感じなんですけど、本当たくさんの方来ていただきましてね、うん、あの本当にあの雨でね、はい、あのしとしとしてる感じでっていう、うん、そうですね、あの天気の中だったんですけども、本当たくさんの方来ていただいて嬉しかったのはね、あのね、まあ、あの人数の中で言うと前売りで買ってきていただいた人が確かにほとんどだったんですけど、普通ほらなんか天気悪かったら前売りで買っててもけえへん人結構おるやん、うん、あのほぼ 100% に近いぐらいの方が来てくれてたんですよね。まあ、あの中にご招待しててなんか子供さんがちょっと熱出したから来られへんとかいろいろあったけど、まあ、でもそういうのを省くと本当にほぼ 100% に近いぐらい あの前売り買っていただいた方皆さん来ていただいてたっていう状態で、はい、本当に皆さんありがとうございました。はい、でまあ、あのトモルはね、ちょうどこのマテリアルでも、はい、やっておりますのでですね、はい、あとその当日もやってました大きな気になりたいも、はい、今ショートムービータイムで、マテリアルでやってますので、はい、ぜひまた見たいなとか、あれちょっと人に勧めたいなと思っていただいた方は、うん、マテリアルのホームページでショートムービータイムのね、はい、スケジュール確認していただいてぜひお越しいただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日、はい、3月3日ですね、はどんな日なんでしょうか。はい、本日は節分です。そうですね、はい、そうですよね、はい、季節の変わり、移り変わりの目安となる雑記の一つの節分です。うん、はい、今年のね恵方知ってますか。どっちですか。うん、あれ決まってんねやな。でも実はいくつか決まってんのよね、うん、南南東と なんか決まってんのよいくつかで、うん、で今年はどっち。東北とやや東って書いてるよ。東北とやや東、やや東、はい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 、東北と東みたいなんですよね。なるほどね、なるほどね、ということは、はい、東やから ここ東北東やからこの辺や。こっちやね、うん、こっちやね。すいません、あのスタジオの中で渡ってしまった。はいはいはい、季節の移り変わりに邪気が生じると考えられていたため、うん、それを払うためにね、うん、豆まきしたり、はい、で恵方巻き食べてっていう風習がございますので、うん、皆様ね今日は節分を十分味わってください。はい、はいはい、そしてもう一つ、絵手紙の日、うん、はい、日付は絵手紙の風味、うん、風味から来ております、うん、はい、手紙を書いて送ることを世界中に呼びかける日とされていまして、まあね、季節変わったりとかして、うん、手紙書いて誰かに送ってみましょうねっていう、うん、はい、推奨している日となります。下手でいい、下手でいい、下手がいいっていうのをモットーにね、うん、はい、下手がいいんですよ、下手でいいんですよっていうので送りましょうって、はいはい、これはね、今ね、それでなくても手紙というものが、書くことがまずペン持つことがしない。いや、そうなんですよ。っていうか、もう郵便局がやばいんですよ。あ、そうですね。そうそうそう。本当に本当に。あ、だって年賀状みんな書いてる？ね、書いてる。いや、だから昔に比べたら数少なくなってる。うん、だからもうそれでね、値上がりするし、そう、だから今年でちょっと新年の挨拶控えさせていただきますっていう方がね、ああ、多いよ、多いよ、多いよ、何人かいらっしゃいましたし、うん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 、そうなんですね。だからなかなかその、なんていうんですか、その郵便物を出すということが少なくなって、
大体あのほらレターパック的なやつでなんか送るみたいなさ、なんかそういうのがすごく増えてきてるから、うん、あのましてやその何郵便局もほら今なんかハガキ出しても翌日届けへんかったですね。あ、そうですよね。ね、うんうん、最低中1日以上かかるっていうね、うんうん、そんな風になってきてたりとかするので、うん、余計またなんか使いづらいなって使わへんかったりとかするんですよね、うんうん、だからあの情報を伝えるだけだったらメールでいいしみたいな、うんうんうん、あるいは LINE でいいしみたいな、なんかそんな風に文化がなってきてるので、まあ確かにお手紙ってね、うん、お手紙もらうとまたちょっと違うんですよ。嬉しい、うん、嬉しい、またちょっと違うんですよ、うん、だからまあぜひねお手紙書いてみてほしいなっていう感じですね。グーミーの日です。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、それでは、このプレゼンありかなしかなんですけれども、今日はですね、1月の声に喜びを刻めという映画なんですね、うん、映画なんですね、うん、はい、こちらでございます。でこれがですね、三島由紀子監督、うん、そのね、東京組曲とかあの、うん、去年もちょっと紹介させていただいたんですけれども、もともとね彼女も NHK 勤めてて、ドキュメンタリーとかも撮ってたんで、僕は正直見てね、うん、あの監督にも言ったんですけど、今回の作品はなんかドキュメンタリー臭いっすよねっていうのを言ったんですよ、うんうん、というのが、主人公あのこれね三編の話からなってるんですよ、うん、三編の話から洞爺湖と八丈島と堂島っていうね、洞爺湖に浮かんでる島で、八丈島で堂島です。3つの島で 行われるドラマを3つつなげてあるという話なんですけど、はい、まあ、その話なんです。で、テーマがね生と性なんですよ、うん、はい、性はあの立身弁 の性なんですね、はい、性別の性ですよ、うん、で、あと生きるの性、うん、この、2つについて、描かれていると。でどうしてなのかというところ、うん、なんとこのインタビューの中で一切聞いておりません、うん、またその辺のねその辺の理由はね、あのインタビュー終わってからちょっと喋らせてもらおうと思ってるんで、はい、あのそこは終わってから言いますんで、ただ、どういう内容なのかはおそらくこのインタビュー見てもらうとなんとなく分かってもらえると思うので、うん、まずはあの予告編とインタビューをご覧になっていただきたいと思います。はい、それでは、このプレゼンありかなしかスタート。なんで私が罪感じなきゃいけないんだよ。私6歳の時に変な男に変なことされたんで、自分の体なんか好きな人とできる体じゃないなって。玲子さん、知らない間に見違えるほど綺麗、何も知らなくても幸せになれるかな。それでは今日はですね、映画1月の声に喜びを刻めの監督でいらっしゃいます、はい、三島由紀子監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずはですね、はい、あの監督から簡単にですね、はい、この作品がどういう作品なのかをご説明ください、はい、そうですね、舞台は北海道洞爺湖と、はい、東京八丈島と、はい、大阪堂島を3つのあの島で繰り広げられる、はい、全部島がついてますね。あ、そうなんです、はい、でその中で、まあ、傷と、うん、罪の意識をテーマにした、はい、立身弁の性と生きるの性を、はい、まあ、見つめた人間ドラマの映画です。はい、はいはい、ということなんですよね、はい、でこれが、3編のお話からなってるというか、うん、場所がね3つの島ですし、ね、そうですね、はいはい、だから一応その全然だから登場人物それぞれにあの関係性はないんだけれども、うんうん、まあ、若干そのなんていうんですかね、被ってる部分も多少被ってるというか、事実関係として被ってるところはないんだけど、うんうん、設定の中にちょっとだけこう被ってるところが少しずつ入ってるみたいな感じになってるな。
そうですね。ね、で、はい、また同じ地球上に生きてるから、はいはいはい、ね、まあね、その声がこうするのかしないのかみたいなことも含めて、はいはいはい、最後につながってきます。そうですね、はい。そうなんですよ。これがね、だからね、まあ、見させていただいてですね。どうでした？いやいや、もうすごかったですね。まずあの一番すごいのは、もうこれ声を大にして言いたいんですけど、うん、カルーセル真紀さんがすごかったですね。真紀さんすごい。いや、本当にすごかったです。はい、80歳の本気ですからね。ね、うん。うん、あのなんか本人曰く、あの殺す気かって言って見てたっていう話ですよね。いやいや、あれマイナス何度、うん、マイナス20度の中ですね。去年の1月の末、はい、大寒波の中、はい、めちゃくちゃ大雪が降った、はいはい、まあ、その時に撮影をしております、はい、ね、マイナス20度って昔なんかコマーシャルの中だけでバナナからなんかこうってなんか釘打てるみたいな。いやでも一応ちゃんとね、ダウンジャケットとかいろんなもう防寒対策はしてますが、何歳だと思ってんだよ。そりゃ そうですよね。そりゃそうですよね。はい、80歳ですからね。え、いやいや、だからそのまあそのなんかすごい環境の中でやったということよりも、もう本当カルーセル真紀さんの全てさらけ出してる演技っていうか、うん、カルーセル真紀さん演じる真紀さんっていう人物はもともと男性だけど、うん、まあ性器を切って、はい、今は男性じゃなく生きていると、はいはい、でもかつては娘にとってはお父さん、そうなんですよね、うん、そうなんですよね、うん、だからお父さんでずっと言い続けるっていうところがあって、うん、まあそのまあ なんですか、すごい違和感がものすごいある絵の中で、うん、でもこの真紀さんがすごかったのが父親である部分、うん、要はかつて男であった部分というか、うん、その部分を全部もう本当にお腹の底からこう出し切ってるっていう演技があって、うん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 、それが一番彼女の、うん、見せ場の部分なんですけど、うん、これがもうやっぱりすごいなっていう、うん、確かにすごかったですね。今までのやっぱり出てこられた映画は、うん、あのご自身の人生にすごくどちらかと近いんですよね。あのショービズで働いていて、はいはいはい、あの女性として生きていてっていう、うんうん、その非常に明らかんと笑いながら生きている、はいはいはい、楽しく生きている人みたいなキャラクターが出てこられることが多かったんですけど、うん、今回は本当に自分の中の男性性を否定しながら、はい、そうですね、悲しみをこう抱えて、はい、傷を抱えて生きている人の役なので、そうですね、その男性を出す時はどんな時で、はい、どういう気持ちで出すのかっていうのがものすごく大事なお芝居だったので、そうですね、だから僕はあの俳優としてのカルーセル真紀さんの凄さをもうまざまざと見せられたと思いました。はい、本当にあの人は大俳優ですよ。いや本当に素晴らしいと思います。うん、もうあのもういろんな賞を取っておかしくないぐらいの、うん、あのすごい演技をされたと思いますね。うん、はい、だからあの前にね、はい、あの東京組曲の時かなんかに言ったと思うんですけど、はい、やっぱりその俳優に見せてほしいっていうのは、はい、その上っ面の演技じゃなくて、あのその自分が感じたそのここにできた感情をセリフで言うてほしいねみたいなことを言ったじゃないですか。言うてますね。いつも言うてます。うん、そうです、はいはい、そうありがとうございます。うん、覚えててもらって。うん、だからあれはもうまさに、うん、もう今回 そのカルセルさんのやつに関して言うと、もうそのまんまやなっていうか、そうですね、ここで作ったこの感情をそのまま言葉にしたら男言葉になってるというか、ですよね、そのお父さんだった時に自分が思ってたことを、うん、もうすでにそういう姿ではないんだけど、それを腹の底から出しているっていう、うんうん、もうあれがちょっと本当に僕はすごいなと思いましたし、ただそれで思ったのは、あのだからこそ深みがあるというか、うん、あのそこをまずドア玉で見せてくれたっていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。はい、まあでもそれ3つの場所での話なんで、これまたドア玉の話しかしてないんですよね。元は全然ドア玉の話しかしてないんですけど、この後さ、相川翔さんが出てきて、僕的にはもうホームドラマが始まるのかなって、しかも原田龍二さんまで出るんでと思いきや、そこには実はっていうお話があり、そして最後の堂島にやってくるっていう、はい、前田敦子さんですね、はい、だから彼女もものすごいものを抱えてるというかですね、うんうんうん、だからあのうまくいかないというか自分を肯定しきれないみたいなところをすごく出されているお話だったんですけども、うんうんうん、ただそれを前田敦子がやってるっていうところが、うん、実はミソなのかなってちょっと思ったりしたんですよ。うん、なるほど。スターの方に出ていただくってそういう良さかなと思うんですよね。うんうんうん、みんなが
が知ってる人がその役をやって泣いたり笑ったりする方が確実にお客さんは寄り添いますよね、その人の感情に。だからそういう意味でも力強いなと思うんですけど、なんか前田敦子さんのすごさって第二次世界大戦を生き抜いてきたかのようななんかたくましさを感じるんですよ。でそれはまあもちろんもともとたくましいのかもしれないんですけど、きっとまあ彼女自身にも当然いろんなことがあってそこをくぐり抜けてきたっていう力強さがあるんで、そのなんかまあ無数の傷っていう言い方私はしますけど、あのを抱えながら彼女は毎日きっと思考を深めてたくましく生きれる方を選択してきた人なんだろうなって思った時に、まあ、それがあぶり出されてるかなっていう感じがして。なるほどなるほどなるほど、そうですよね。まあまあ実際ねですね AKB って言ったってすごいあの数の女の子たちの中の、あの人はもう頂点を取ってた人なわけで、それはそこに行くまでもう相当いろんなこともあったし、逆に言うとなってその後降りた後もものすごいたくさんいろいろあったと思うんですよね。だからそういうことをまあ言ったら感じさせてくれる人なわけですよね。そうですね、みんなが知ってますからね、その戦いをくぐり抜けてきたってことも知ってるし、あの昨日インタビューで答えられてましたけど、やっぱりそのアイドル辞めた後もうすごくさまよってる時間があったっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりあれだけ7年間走り抜けてきた人間が辞めた後っていうのは本当にどういうふうに生きていったらいいのかっていうのは、なんかいろんなことがあったでしょうし、いろんなことを考えてきたでしょうし、まあ、それが全部映ってるし皆さんにも感じていただけるだろうなとは思います。まあ、だからその、まあ、あの僕さらっと飛ばしたんですけど、相川翔さんにしてもね、普段はなんでやらみたいなそんな役をやったはる人なわけですよ。まあ、それも好きですけどね、いや僕も大好きですよ僕も大好きですよ、あの常とかで言われてわーとかで言ってるのも大好きなんですけど、あの長渕剛さんなんで、今回そういうのが一切ない、ほぼない。そうですね、一瞬だけ鉄パイプ持った時だけちょっとうっって思うんですけどあ、来たと思いました、ね、来たと思いましたけど、それ以外はないわけですよね、カルセルさんにしてもそうじゃないですか、言ったら普段は割とこの賑やかし的な役どころが多い役の方であり、まあ相川さんも割と非日常の役が多いですよね。そうヤクザやったりとかもそうですよね、だから割とこううるさい役が多いんですけど、今回はもう本当にどちらも性を、静かなね、そう静かな方の性を演じながら、その中にたぎってるものをこう出してくるっていう割と難しい演技をものすごくお二人ともやられてるという、そして最後 あの前田敦子さんが全部それを引きさらっていくっていうところがすごいなっていう、まあでも今回は本当にまあ、カルーセル麻紀さん、相川翔さん、前田敦子さんっていう、皆さんが思っているそれぞれのイメージではない、あの部分の表情を、どうやって捉えていくかっていうところもあったんで、そういう意味ではなんか今まで皆さんがね見たことない3人が見えるんではないかなとは思います。いやそれはもう間違いないと思いますね、時間がもう過ぎてますので、そろそろ、本当ですか、はい、もうとっくに過ぎてますので、きっかけも話さずに、はい、そうなんですよ、もう全くたどり着けてないんですが、最後に一言見てらっしゃる方にメッセージをお願いします。わかりました、はい、まあ、今回まあ、それぞれに、心に傷を持っていたり、する人を描いているんですけど、どんな人もそれぞれ絶対に 何らかの傷を抱えて生きてらっしゃると思うんですけど、人生って続いていくし生きていくしかないんですよね、でその時になんかこの人たちがどうやって生きて、でこれからどうやって生きていくのかっていうのをなんかこうみんなで見つめられたらいいなっていうふうに作った作品ですので、ぜひ皆さんもなんかこうこれからどう生きていこうかって思っていたりする方を見ていただいて、なんかみんなで一緒になんかこう見た人と一緒に話していただけたらいいなと思います。はい、はいはい、ということで、映画1月の声に喜びを刻め、はい、という、作品の、三島由紀子監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、いや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 、まあまあまあ
僕はね、結局そのインタビューの中でも言ってましたけど、そのきっかけっていうところにね、至らなかったっていう話なんですけど、ここを読むとちょっと分かるんですけど、本作は国内外の映画祭で、高い評価を受ける三島由紀子監督自身が47年間向き合い続けてきたある事件をモチーフに、自主映画からスタートした、オリジナル企画であるということなんですよね。でこれある事件というのが、要はこれ前田敦子さんが演じてらっしゃる役の人が背負ってる部分なんですけど、幼い頃に性被害に実は遭ってるということがあるんですよ。でそこが実は彼女自身映画なんかを作る人がどういうものであるのかっていうのをね、考え続ける一つのきっかけになったという事件で、それを今回はようやくという言い方をしたら正しいのかどうかわからないですけど、彼女自身描いてみたということなんですよね。それが答えになってるのかどうかわからないですよ。でもただ彼女自身が最後 のまとめのところというか、皆さんへ のメッセージのところで言ってた、要は何そういうことがあったとしてもその後人生というのは続いていくんだと。だからそれを背負った人がどう生きていくかというところを、みんなで一緒に考えられたらということが、彼女からのメッセージっていうところなんですよね。その意味は実はそういう意味がありましたということだけはちょっと加えておきたいなと思うんですけど、ということで、丸×いきたいと思うんですが、今日は どんな感じですか。はい、言いますか。はい、はい、それでは、いきたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。おお、びっくりした。激しめです。あー、決まった。おお、はい、どうその、まだ目ね、2人当然見てないんですけど、お話だけ聞いた感じはどんな感じですか。カルセル麻紀さんのお芝居を見てみたい。あ、いや、もう見てほしい。本当に見てほしい。スクリーンで見てみたい。すごいですよ、本当に。彼女の演技は素晴らしいです。はい、そういう以外ないぐらいの素晴らしい演技してますね。で、相川翔さんも、普段その例えばね、近所のえいっていうおっちゃんの役やってたり、あるいはそのね、ヤクザものでうえってやってるのとか、いろいろありますけど、そういうのともう全く違う役作りとその演技をやってらっしゃるっていう、はい。もう唯一パイプを鉄パイプを持つ瞬間なんだけど、あの瞬間に来るかって来るかっていうのがちょっとあるぐらいで、それ以外はもう本当に、そうなんですよね。で、前田敦子さんもあんな、要はその6歳の時に性被害に遭ったということを、抱えることによって、いろいろね、その後の人生にいろいろ影響しているっていう女性 を描いてるんですけど、それを見事に背負って演じきってらっしゃったんじゃないかなと思います。はい、ぜひ見てほしいですね。はい、はい、小坂部さん、なんかそうです、テーマがね、やっぱりどうしても重い感じになっていると思うので、なんかこう真剣にって言ったらおかしいかもしれないですけど、3部に分かれてるっていうのがなんかね、もしかしたらその考えやすいと、捉えやすいのかなっていうのがそうですね、あるのかなっていうのはちょっと思いました。その重い分、3通りのっていうか、こういうのがあるっていうところで考えやすいというか、そういうことに合ってない人もね、なんかそういうやっぱりそういう方もいらっしゃるっていうことで、そういうテーマを、こう見つめやすくなってるんじゃないかなっていうのはちょっと感じましたね。そうですね。要はね、そのこの被害者だけの視点じゃないんですよ。被害者だけの視点じゃなくて、被害者の周りの人たちの視点っていうのを持たせるために3つになってるってところも実はありまして、なので、これちょっと言っちゃうとネタバレになるんで、これ以上ちょっと言えないんですけど、見ていただくとそれが分かるような形にはなってますんでね、はい、で、そうなんです。なので、ぜひですね、映画館でこれはね、見ていただきたいなと思っております。2月9日来週です、来週から来週の金曜日から、ロードショーが始まります。全国テアトル系でね、やってますんで、大阪、この関西ではシネリーブル梅田、シネリーブル神戸とか、アップリンク京都とか、ムービックさん尼崎とか、各種劇場でやっておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います、
はい、あ、そうそう、もう一個だけ、あの僕とあの三島監督がずっとなんか腕組んでたよね。なんか組んでましたね。あれなんでかというと、めっちゃ近いのよ。カメラで見てるとそんなに距離、あの近くないと思うかもしれないけど、実はねこんぐらいの距離でやってるんだよ。でこれでずっと喋ってるから、もう見つめ合うのがすごくやっぱ苦しいんですよ。目合ってる時ってすごい見つめ合う。そうそうそう、すごい苦しい。だから思わずこうちょっと構えないと、うんってなんか、うん、会話にならなかったという、そういうそれだけのことでございます。はい、はい、ということで、続き、あゆみ。はい、お店の情報です。本日はダブルレインボー、宇田裕二監督のダブルレインボーの上映がございます。3日の日が、ちょっと満席になっておりまして、4日の日が、ご入場いただけます。13時と16時の2回の上映がございますので、一般の方、最新作も見れますので、ぜひぜひお越しください。はい、料金の方が1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、そして5日からまたね、ショートムービータイム、やっております、はい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 、5日の日のラインナップが18時30分から、大橋貴之監督の幸せの形、19時30分から山田香奈監督の今夜新宿で彼女が来ました。はい、で20時30分から野本小杖監督の私がパンツをあげてなら、と私が発芽する日、はい、そして、もう一日行きますね。7日水曜日、が18時30分から、日浦明宏監督のトモル、はい、トモルをやります。はい、はいはい、そして19時30分から、野本小杖監督の初めての海と私は海の底から、そして20時30分から、山田香奈監督の今夜新宿で彼女はを上映します。はい、ね、それぞれ、8項目かな、8箱の部門があるんですけど、それを何度も何度もかけているので、ぜひぜひね、気軽に来ていただいて。そうですね、ていうかね、まずね、ショートムービーを見れるところがないんですよ、はい、ないですね、あんまりないので、でそれがマテリアルに来れば今ちょっと見れるという状況になってるんで、はい、はい、ぜひショートムービーという文化をね、皆さんに味わっていただきたい。1時間半とかね、2時間とかかけて、考えるっていうお話もあれば、30分未満とかね、はい、その前後ぐらいで完結させるお話っていうのもありますから、それもまたね、それが連作じゃなくて、1話で完結してるというところをね、ぜひ見ていただきたいと思いますね。気軽にお越しくださいませ。そしてなんと、2月5日、今夜新宿で彼女は、平山琴葉さんが来ます。そうなんや、平山琴葉来るの。おお、そうなんや、そうなんや、マジか、マジか。わー、久しぶりね、会いたいな、会いたいねんけど、大阪におんのかな、僕帰ってくる日だったかな。はい、はい、ちょっと回ってきてくれます。あ、そうですか、はい、ぜひその日をめがけて来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。もう、はい、その日に帰っちゃいますけどね。せやろ、せやろ、せやろ、はいはいはい、ちょっとお会いしていきます。はい、めちゃめちゃ綺麗で生で見てください。じゃあ、はい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 、はい、じゃあ次に行きますね。あ、ショートムービータイムは1000円プラスワンオーダーとなっております、はいはいはい、よろしくお願いします。不定期での上映になりますので、最後の方またご確認ください。しっかり見ておいてください、はいはい、そして2月8日から始まります、はい、副島慎吾監督のイレブングリードです、はいはい、こちらの方が料金1500円プラスワンオーダー制となっております。お時間の方はサイトの方をご覧ください、お願いいたします。まあ、後ほど、はい、後ほど、はいはい、そして2月14日がライフワークオブアキラ黒沢ドキュメンタリー映画ですね、上映になります。こちらマンスリー上映となっておりまして、第2水曜日ですね、19時30分から上映しております。6月まで上映しておりますので、あと5回ございますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、そして2月16日から19日大橋貴之監督の遠い雷鳴の上映が決まりました。はい、料金の方が1500円プラスワンオーダー制となっております。サイトの方でお時間の方はご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、そして2月の23日の、はいはい、マンスリー上映、はいはい、カバですね、はい、川本貴博監督のカバ上映しております、うん、毎月第4金曜日の19時30分から、はい、スタートになりまして、料金1500円プラスワンオーダー制となっております。ぜひぜひ1年間上映してますので、お越しくださいませ。はい、本日の情報は以上でございます。お疲れさん、はい、はいはい、じゃあ、はい、いきますよ、はい、
今日のクッショイ、今日のクッショイはガラ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 、はい、イレブングリードです。はい、副島慎吾監督のイレブングリード、はい、グッチョイしたいと思います。はい、よあらすじ、はい、はい、緊張が高まる取引現場、密輸業者と折り合いがつかず揉め出した弱小ヤクザ、はい、その様子を隠れて見ている射撃者、やがて欲望が溢れ出し、ダムが決壊するように銃撃戦に突入するおおという横浜のさらすじでございます、うん、ほんまに荒いな、荒いあらあらのあらすじでございますが、要はそういう何その銃撃戦がいっぱい出てくるみたいな、ね、銃撃戦がもうバン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 やってます。はい、はい、はい、ね、バン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 飛び散っております。なるほど、副、はい、島慎吾監督って実はね、うん、ここでは一つぼっちをね、はい、上映してましたけど、あれの監督なんですよね。はい、でこの間は何やったっけ、着ぐるみブレード、着ぐるみブレードね、はい、はい、それも監督なんですけど、監督だからアクション系がね本当は本分というか、はい、そっちがメインなんですけど、はい、だから一つぼっちが珍しくアクションがないという、うん、そうですね、はい、そういう感じ、ね、まあ、でも女性同士の揉み合いはありました、ね、あれはねすごかったですね。はい、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 でその、イレブングリード、はい、はい、はい、これがなんかあれなんですよね、その脚本は岡本邦彦、はい、そうなんです、だから舞台系の役者さんたちが結構多い、なるほどなるほど、知り合いも結構、はい、はい、はい、絆をちょっと無限の一歩に出演されている、はい、佐渡山様、佐渡山様、はい、が出ております、はい、佐渡山さんが出ております、はい、何人かね、おっしゃるんですけど、舞台を結構やられてるんで、うん、名前を多分見たらあって思う方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思う、うん、まあ、舞台俳優さんたちが映画にチャレンジしてある、その辺は見どころかなっていう。そうですね、うん、まあ、副島さん自身も実はもともと役者というか、まあ、今でも役者やってるのか、うん、はい、うん、ね、ね、だから その人がまあ監督やってるっていう世界なんで、そうなんです、だから副島監督もやっぱ元舞台で、自分の舞台もやって、まあ、今もやってあると思うんで、で演出もやってはるんで、ね、前田光陽さんと一緒に、うん、やってありました。ああ、なるほど、はい、そういう劇団で出てるんですよね、前田さんも、前田光陽さんもイレブングリード出演されておりますので、はい、大注目ですね。なるほど、はい、ちょっとまあまあ、わちゃわちゃっとした感じだと思うんですけど、はい、はい、はい、アクションがいっぱいあって面白いと思います。はい、はい、お貸しください。まあアクションに飢えてる人はね、そうですね、はい、やっぱほらなんていうの、最近のね映画ってなかなかこのドンパチがないっていうね、うん、それがあるんでね、ドンパチが見れるのが嬉しいっていう人結構賞を取ってるんですよね、はい、やっぱりアメリカ、アメリカ、あ、なるほどね、アメリカ、カナダ、ラスベガスの映画祭で賞を取られております。なるほど、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、2月8日木曜日から12日、はい、月曜日祝日まで、はい、はい、上映しておりますので、はい、はい、お越しくださいませ。これなんか誰か来るとか特に、まあ、特にはない、今のところひょっとしたら、ね、はい、はい、っていうか、はい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 、ということで今日のグッドショーイでした。ということで、2月一発目の、番組だったんですけど、はい、はい、もうだからね、今月と来月で終わりなんですよ、はい、はい、で、今月の、最後のね、まず24日かな、24日はちょっとね特集を組んでますので、はい、皆さん、楽しみにしておいていただければなと思っております。はい、まあまあ何があるのかはちょっとまた来週再来週ぐらいかな、前週ぐらいに一応言おうかなと思ってるんですけども、ゲスト呼んで特集を組もうと思ってますんで、お楽しみにしていただければなと思っております。はい、まだまだね、やらなきゃいけないことやることいっぱいあるんですけれども、どんどん形にしていきたいなと思っておりますので、また番組でご覧になっていただければと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。おい、さよなら。